次はね、その茂野のね、オルゴのそのスチンドロンさん、まあウイグル系モンゴル人ののお店があったんですよ。当時京橋の隣の茂野にね、大阪ので、まあそれはね、あのうちの高校の同級生が紹介してくれたベニヤ板おろしの、まあ大阪木管ね、後取り、まあもう社長になってたから直前からで連れて行ってもらって、でそこでまあ知り合いになったんですよ。ボルジギンオルトナストさんとは出会ってないけど、スチンドロさんがボルジギンエヌオルトナストさんというモンゴルの国民的詩人だった。その人の詩集から一曲曲を作ってくれって、でスチンドロさんに頼まれたけど、まあオルトナストさんの詩ちょっといじったけどね、ワースワースワースだからそれはもうまさにもうまあまあややこしいからきっとね、著作権関係あるから、そのためのそのサウンドトラックあんねん、これこの曲に乗っけてボルジギンのオルトナストさんのときめき人生っていう詩をね、2曲つけたわけで、これもうちょっとマンボですと、シャッカシャッカやってくる感じ、あとマンボです、ギター以外の演奏全部マンボです、どの曲もね、草原用って、ね、まあ、この曲のイメージ自体はファイナルファンタジー5のあのチョコボに乗ったあの青い服の男の方が走ってるあのイメージ、ちなみにあのクリストルのテーマって楽譜は絶対出ないんでしょ、あれをカバーしたからだったら自分でね、耳コピしなさいっていうわけでしょうね、多分ね、面白そうね、それはそれね、歌いかクリストルのねテーマ、ファイナルファンタジー5でやったらよくかかったクリストルのテーマ、ほんまにね感じいいよね、ほんとね、あの和音ね、不思議やね、和音か音階ね、旋律不思議やね、あれ、まあ、あんな感じというか、そのそれのなんずっと草原走ってるクリストルのテーマじゃなくて、そのイメージで作ってみて、でちょうどオルトナストさんのシーンにつけたらいいかなと思ったわけでございます。ああ、ちょっと間違えた、ございもんや、間違えた、これこんな感じ、ございもんこれホリエモンやった、うわ声がなんか今逃げた、そして死んだ、死んだのこの子、ほら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 言っちゃったね、ってな感じで、草原用って言ったらそれだけなんですけど、曲がね草原用次ときめき人生が飛ばすんだよ、よいしょ。